ピーチを続けます。次は戦争をさせない千人委員会から田畑聡さんです。皆さんご苦労様です。今日は東京で10万人、全国で100万人の結集を目指しています。今この場所にもどんどん向かって歩いてきてます。そしてこの同じ時間に京都、大阪、九州、いろんなところで集会が開かれています。皆さん、絶対私たちはこの力を結集して安保法案は潰す、そういう決意で今戦っています。思えば55年前、岸首相が5月強行採決をしました。60年安保闘争の時に岸が強行採決して、この国会に30万人、20万人と集まってきました。今55年経ってもう一度そのような公用が開かれています。しかし残念です。私たちはこの55年間どれだけ頑張ってきたのか、55年もっと前に頑張っていればこういう集会をしなくても済んだ。安倍内閣が生まれることはなかった。彼は今アメリカと一緒に戦争をしようとしている日本の自衛隊をアメリカの代わりに戦地に差し出そうとしている、このような非道を私たちは許すことができなかったわけです。残念です。かつて私たちは安保反対、岸を倒せって叫んでこの国会に回るよう走り回りました。今私たちは同じように安保反対、安倍を倒せって頑張ってます。もっと頑張らなきゃいけない。この55年間私たちは苦心してきたと思います。安倍は本当に珍しい、この55年経って現れた嘘つき内閣です。彼のような嘘つきない大臣はいない。原発が事故が起こって放射能の水が流れても、それは完全にコントロールしてるっていう目的のためには嘘をつく、こういう政治家は許してはいけない。あるいは積極的平和主義という、これはノルウェーのガルトイングの言葉を表説したものです。ガルトイングは何を中心にしているか、対話です。お互いの対話によって平和を作っていく。安倍は対話ができるか、できない。安倍みたいに対話ができない奴はいない。そういう奴が積極的平和主義という世界的な平和主義を汚している、小説している、こういうことが成り立っている。この国会は嘘つき大会となっている。こういう内閣をなぜ私たちは恩恵みと許してなっちゃいけないのか、とても残念です。雨が少し降ってきましたけど、まだまだ頑張らなきゃいけない。皆さん、私たちはとにかく今までの努力が足りなかった、さらにもっと結集して、とにかく私たちの非暴力闘争によって安保法案を潰す、そういうふうな決意を今日も新たにしたいというふうに思っています。安倍内閣は希望の同盟と言ってる。彼はアメリカに行って、なんと安保、アメリカとの軍事同盟を希望の同盟って言ってる。何が希望なのか、絶望じゃないか。戦争の同盟がなぜ希望なのか、こういうふうに全部言いくるめて嘘をつく内閣を私たちは残念ながら許している。本当に残念であります。今私たちは辺野古の基地建設、米軍の基地です。これはガム島に移設する、米軍が移設する資金も全部日本が負担する。辺野古に作る基地の金も全部日本が負担する。そしてあの美しい珊瑚礁に囲まれた海をロシアで潰そうとしている。そして原発はもうすでに仙台原発を再稼働させている。そしてTPP で米を輸入しようとしている。それから首切り自由にしようとしている。それから残業代も払わないようにしている。こういう人間に対する差別と抑圧がなぜ積極的に平和主義なのか。積極的平和主義は対話と平和主義と差別をなくしない、格差をなくしない、格差をなくす、そういうふうな主張です。平和の主張です。人間の思想です。
安倍は平和的、積極的平和主義だと言ってはいけない。積極的戦争主義となっていけない。まだまだこれから国会は続きます。私たちはこの国会に合意して、とにかく今日の10万、さらには20万、あるいは原発反対運動もやっていく。9月6日、京都、9月23日、代々木公園、大集会を開きます。また私たちは戦争、原発、沖縄、すべてで戦ってきます。まだまだ力を合わせて頑張っていきましょう。ここにはとにかく戦争不安に反対するすべての政党、すべての団体、すべての人たちが結集しています。まだ集まってこれない人もいる。もっともっと集まるような場所を作っていきたい。皆さん、本当に頑張っていきましょう。ありがとうございました。